どうもおはようございます、夏でございます。先ほどの一度きりの後に�撮ってますね。6時41分。寒いこの時間、本当にもうこれ撮って寝るから。忘れてました、僕エース君とかのさ、何体以下編成の、クエストダンジョンの報酬をねガチャ引いてなかったです。でなんかまたねイベントやってんだよね。むしろ今来てんじゃないのかな。来てますね、イザナミ降臨。なんか味を占めたのかまた来ましたよね。でガチャもあるんでほとんど一緒ですね。まあとりあえず先週分の5連いきましょう。多分全部あるんで15連いけるんじゃないかな。ビオランテの方もありますけど、向こうは向こうで処理するとして、ノエルドラゴンガチャもありますね。まだ1セット2セット3セット4セットありますね。5、とりあえずノエルドラゴンガチャから。まあ、ベール狙いか。ベールかブルー。5分の2。もう最悪ですね。こいつまずいんですよ。経験値少ないんですよ、なんか。はい。じゃあ、そうですね。進化素材からですね、やっぱり。進化素材5連発まずいきます。これは正直楽しくないからね。宝玉出たらまだ嬉しい。うわ、もう最悪だ。種が出ました、種が。あとは森の番人とかは地味に嬉しい。ダイヤだよ。あー、そっかそっかそっか、お前らもダイヤだもんな。なんならダブミスとかもダイヤだもんね。これ嬉しくねえなー。これ喜ぶ層どこ、ま、ないよりはマシかもしれんけど、一点狙い難しいしさ。なら友情ポイントでよかったんじゃないみたいな。ちょっとしょぼいよね。まあ、一体抜くだけなんでね、そんなに難しいことを。お森番チャンス。マジか。運使っちゃったかな。森番を引き当てるだけでも相当な運だと思うんですけどね。これかな、と。もう満足です。この緑のガチャドラはね、満足しました。いくら。いくら一粒。はい。ってことで、次レア素材。レア素材の方が僕は楽しみなんで、潜在でいきましょうか。潜在玉虎ガチャは、まあ、ドラゴンキラーとか、使えるキラーが出てほしいなってとこですね。全パラメータ強化とか、あと操作延長。その辺が出たらもう、ガチャドラの腕を、へし折ります。おお、いいね。ドラキラいいぜ。一番当たりじゃないかな。ドラキラってやっぱ一番なんかレア感ありますよね。じゃあ、からの、マシンキラー行こう。欲張っちゃおう。神か悪魔でもいいよ。マジで？一点狙いの王様。な、こういうガチャ僕予想強いですよね。じゃあ次は、次ここで一回、回復強化挟もう。そんなにうまく続かないと思うから、ここでパラメータ強化を一回挟みます。マジで？どうした、どうした、大奮発。じゃあもうこの調子でいっちゃう。これ調子乗ってくるときっと出ないから、ここでやっぱ一回操作延長挟もう。一回挟もう。まずい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 。まずいぞ。欲しいって言ってた4つが出ております。あ、じゃあもう最後決めよう、これも。ね。ここでパラメータ強化とかないでしょ、さすがに。こんだけ調子良くて。マジか。こんなことがあっていいのか。え、これすごくない？だってさ、潜在玉虎ガチャさ、全パラメータ強化、神キラー、ドラゴンキラー、悪魔キラー、マシンキラー、バランスキラー、攻撃、体力、回復、HP、攻撃、回復、操作時間延長、13種類かな。それぐらいあって、欲しいって言ってた、3種類が出ました。10種類、そっちのけで出ました。ありがた。金曜日まで待ってよかったですね。はい、次が本題です。このレア素材ガチャで僕は3神面を出したいんですね。
ラインナップが火の宝玉、水の宝玉、木の宝玉、光の宝玉、闇の宝玉、曹操の宝玉、ドットリット、ダイヤドラゴンフルーツ、三神面というね。全部ダイヤなんですが、星8が2人。三神面一点狙いですよね、これね。一体でいいな、欲しいな。ちょっと今後のことを考えて、いきましょう。今の俺ならいけるはず。潜在玉虎に運を吸われたって説もありますけど、逆に言えば運がついてる。いけ。まあ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 。宝玉つらいな、これ分かってたけどつらいな。せめて早々だよな。せめてドットリットだよな。宝玉やめて。まだこれじゃ分かんないんだけど、うわー辛い。すごくいらない。だって買えるよ宝玉って。価値が全然違う。そこを分かって、分かって。あれですか、これはあの5種類全部違う宝玉出ますよみたいな。もうそれならそれでいいんですけど、かぶった瞬間も超面白くないからね。これ次光か木だったらいいですよ。でここでドットリットとか出されても困りますよ。ならもう宝玉揃えましょ。来るかこれ。ここで木引いたらすげえぞ。もうそれはそれで満足や。決めよ決めよ。ここは木の宝玉一点狙いに変わりました。狙いとしてはもうね、星7以外は出ないと、なるともう6分の1なんだ。ドットリットは星7でございました。ドットリットまで調子乗んなよ。火の宝玉、火の宝玉ください。なんでやって同じ星8ならお前じゃないじゃん。なんかスキルついとるし、これでスキル上げするやつマゾすぎでしょマゾたくんだよこれ。しかもイルムなんだね。はい、ということで、潜在ガチャはねすごい勝利したんですけど、レア素材はちょっと悲しい形で終わって、進化素材もね盛り盤出たんで割と満足はしてますけどね。はい、ということで、またね今やってますので 1,2,3,4,5,6,7,8,9 回ぐらいあるのかな。またこれも11月入ったぐらいでまとめて引きたいと思います。なんとね、このイベント中はセラフィスとかありますね。セラフィス3体でどうやって勝つんでしょうねもう耐久しますか。なんならわだつみとかもえぐいしね。わだつみはでも見るとかでいけそうな気はするけどな。まあちょっと難しそうなんで、なんかリクエストとかあったらね動画も撮ろうと思います。はい、ということで、なんか複雑な気持ちのガチャでございました。バイバイ。